で,ございますでは32週目のまとめ入っていこうと思います32週目は8月5日から9日までの5日間で混乱が多かった31週目混乱の後は利益のチャンスですね31週目はエントリーを控えていただきましたけどもでも大きく下落してそれが落ち着いて32週目はいわゆるね戻りってのがあるわけですよね 半値戻し、前値戻し。こういった言葉ってのは、投資にかかる方でしたら、まあ、基礎用語としてご存知だと思いますけども、今回は、そこを打ったかなぁと思ったところから、反対にね、取っていくってことになります。それでは、月曜日にしっかりと観察した、その内容から測っていくわけですけども、このようにね、2日間連続で7000以上の疑惑があったと。 で、ブラックマンデーを超えて最大の下げ幅で一時141円台に入ったんですが、これがそこを打った印になりますよってのはいつものことですよね。まあ、というのが大きな下火を出しているところと、その次に陽線がかかっているところ。まあ、これでほぼ下に落ち着いたのかなっていうふうに目算が立ちます。しかし140円を割る可能性もありますので、月曜日は しっかりと観察していくってことになります。まあ、少なくとも午前中は観察。場合によっては一日中観察ということで、一日見てもらいました。で、火曜日にチャンスが来るのかなってことですよね。火曜日はこういうふうに報道がありました。今回のドル円市場の混乱に FRB が緊急で利下げを対処するんじゃないかなっていうふうな、これは観測と予測ですよ。そういうふうに観測されたわけなんですよね。 ですので、これを決めたってわけではありません。こういうふうにメディアの印象操作に騙されないように、こういうニュースもあるけれども、投資家のお金はどういうふうに動くのかなっていうふうに読んでいくことが大事です。火曜日はそのことについてお話しています。で、結果、チャートを見ると、もう新局面に入ってきてるってことがよく見えましたんで、そのことを解説しながら、急速に回復する、この戻りをね、 狙って取っていく方法についてお話していますで火曜日は大きく利益を取ることになったわけですけどもでレンジの利格確定というのはねまあ上昇トレンドになったという判断はまだしないんですよレンジが重なっていってその局面ごとに細かく利格をしていくっていうところで、えー、まあ大胆になるよりも慎重にエントリーしていくっていうそんな方法をね解説しております はい、そして利益を得た後水曜日上昇中のレンジでさらにこれがもう一発上に伸びるんではないかなその場合はこのレンジをブレイクしていくそういう選択肢が一つとあとはレンジオプションをしばらく継続する可能性もありますのでその選択肢があるよってことで、ね、お話していますはい同じく水曜日ですけどもそうこうしていたらね なんと、日銀の内田副総裁っていう新しい登場人物が出てきて、先日、本当につい2、3日前に、上田総裁がね、日銀は利上げをするんだよっていうふうなとんちんかなことを言いましたけども、市場の混乱を見て、利上げをしませんよっていうふうに、副総裁に言い直させているっていうね、この恥ずかしさですよ。ね。一点、日銀は利上げをしないっていうことだったんで、じゃあ、ここまでやっといて、大恥かいといてね。 利上げをすることは年内はまあないだろうっていうふうに目算が立ちました。そういうふうな考え方でさらにこちらの相場の方を見ていくわけですけどもまあそうなったらねドル高の方に触れるっていうふうな観測が立ちますね。ただこの日はもう時間が来てましたんでエントリーをお勧めはしていません。木曜日です。え、木曜日。ちょっと待ってください。楽しい二人。ね。大チョンボした 現役の日銀の総裁。どうしようもない人。ね。もう邪魔。反面、それを笑う、この高橋洋一さんね。現役を退いた、まあ、一ユーチューバーですけども、半年戻し、前年戻しのことを、こうやってね、デッドキャントバウンスっていう言い方をするんだよ。つからね、せせら笑っています。笑ってるのはこちらの人のことですよ。何やってんだって笑ってるわけですよ。で、 高橋洋一さんが言うように、デッドキャットバウンスって言い方は私はしませんけども、でも、半値戻し、前年戻しって言い方はずっと使ってたわけですよ。まさにそれがここに来て、これを今週は狙って取れたってわけですよね。だからね、日銀のね、総裁ね、あんた FX1 個やってみろって話なんですよ。多分私より下手ですよ。<laughs> はい、えー、それで、えー、楽しい二人の後なんですけども、 これ15分でね、見ていきましょうって話をしていますえ。というのが、全体の画面のバランスと、それからピップスですよね。これを、よく判断できるレベルまで見ていこうとしたら、1時間軸では見えにくい時があるんですよ。そういう場合は、便宜上15分のチャートで見ると、表示される区間がね、限られますんで、非常にバランスよく見ていきますよってことです。 だからこういう15分の使い方、ね、動きが遅いときは動きを細かく見るために15分というのはいつも言ってることですけれども、今回はそれとは違ってねあの、全体の画像とのバランスが悪いから、一時間軸じゃなくて15分の方が判断を間違えにくいですよってことなんですよ、でこういったことも、あのいわゆる、ね、FX の講師の方とかコンサルの方って、こういう使い方を、まあ、進めないんですよね。 だから私はそういう人とコミュニケーションしてても、なんか嘘っぽいなとか感じるんですけどもね。こういうふうに見なきゃダメでしょうと思うんですけどもね。で、最後なんですけども、金曜日。えっと、いろいろありましたけども、南海トラフがやってきました、最後は。ね。だからそれに合わせて相場を見ていくっていう方法を、 まあ、ノストラダムスになぞらえてね、お話しております。ちなみに金曜日はトレードすることをお勧めしていません。特に今週はね、利益を取る、まあそういったチャンスはもう木曜日までで終わりましたんで、えー、金曜日ね、ここまでで取れなかった方は、ちょっと難易度が上がる金曜日だけ取れるってことはないですから。ただ、月から木曜日で利益を取れた方は、その取った利益の一部を使って、 金曜日の難易度にチャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。ただ、難しさにチャレンジするのが FX の目的ではないですからね。勝ち越して、その勝ち越し金額を増やすことですから。だから自分の得意な曜日、特にカー水木、これだけやればいいと思いますよ。月とか金はね、はっきり言って趣味の領域ですよ。エントリーそのものをする日ではありませんからね。それでも月とか金エントリーするとしたら、それは人に教える立場、 である人がなんで難しいのかってことと、それでもどうやって利益を取っていくのかってこと。この探求のためですね。はい。で、最後のこの1枚の画像ですけども、サポートが147円の600から900のあたりにありますよっていうふうに書いてます。ですので、ここをどのように今後扱っていくのかっていうのが33週目の課題になってくるというお話でございました。それでは、今週もお疲れ様でした。ではまた。 33週目の見通しでお会いしましょう。見通しの最初のポイントは、この今書いたサポートですよね。これを打ち抜いて上昇トレンドを本格的に作るのか、それとも跳ね返って、レンジを継続する、そんな週の始まりになるのか、そこからです。では。